心の愛は、日本の競争場、繁殖品場。主なカチクラは2015年のチューリップ賞、2014年のアルテミスステークス。2013年4月28日に、北海道浦河町の境牧場で誕生。三大母マックスビューティは1987年の大歌賞、優秀品場を制した名品で、繁殖品場として唯一残した。 後継品馬が二大母のマックス・ジョリーである。マックス・ジョリーは本馬の母ビューティーソングの実を残して溶接しており、貴重なファミリーラインとなっている。本馬は生まれつき足が曲がっていたため、売却されずに牧場所有の競争馬となる。心の愛という場名をつけたのは調教師の大関、知人で、シチステイ・ゴールドと同じく、スティービー・ワンダーの曲名に由来する。 2014年7月の新馬戦でデビューし、翌年の毎日杯勝馬ミュゼーエーリアンの2着となる。2戦目に初勝利を挙げると、3戦目のアルテミスステークスでは、暴走気味に進出しながらも一番人気、レッツゴードンキの追撃を、花さを抑えて、重賞初勝利を挙げた。安城の横山則博は、北斗ベガの境牧場の馬で勝てたことは、嬉しいですとコメントした。 阪神ジュベナイルフィリーズでも3着に入ったが、ゴール後に制御が効かなくなり一掃してしまった。3歳児は指導戦のチューリップ賞を制して、重勝2勝目を挙げる。しかし、大賀賞では2番人気に押されながら10着に敗れ、優秀品馬7着、週歌賞14着と、大舞台では結果を残せなかった。4歳児は参戦していずれも前線したが勝利には、 恵まれず、同年秋の府中品馬ステークスに向けての調整中に、右前足腐剣炎を発症し、現役引退が決まった。引退後は、生まれ故郷の境牧場で繁殖品馬となった。2018年4月6日に、初子となる父ロードカナロアの品馬が誕生した。2020年11月14日、初子ルージュアドラブルが初出走、初勝利を果たした。 以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。